続いては、さだな祭りやりくり保存会によるやりくり会です。昭和62年の保存会結成以来、この祭りに出演してまいりました。頭の水野陽介さん、が21名です。煮物の大妻木槍は、重さが約30キロもあり、槍を振ることにより、幅約2メートルまで開きます。どうぞご覧ください。やりくり隊に続いて、松代藩初代藩主、真田信彦の登場です。宝生市からの手こま賞を奪還、第一次上田艦船など、若い頃からの数々の戦で重流を挙げました。関ヶ原合戦の海は、有名な犬瀬の別れで、正幸、信繁らと佐野と分かり、徳川方に生きていた。戦後、父らの序列勘案や、真田家の存続に奔走します。大阪の軍の鬼には、自ら出陣せず、子供たちに参戦させています。信幸公に返しますのは、真田家14代当主、真田幸俊様です。友侍は、真田会の皆様です。また、関ヶ原合戦の際、正幸が長崎に会いに来た折には、城には一歩も入れず、近隣の寺で面会させ、その後、黒山に追放になった正幸、信繁に食料や日用品を送るなどの配慮を怠らず、一族の輪を常に心がけていたようです。小松殿に示しますのは、一般公募で茨城県よりご参加くださった林有美さんです。何事をもっての星元は、松代高校の皆さんが演じていただいています。続いて腰に乗って登場いたしますお姫様たちは、信幸と小松殿の娘、長女、万姫と
次女まさ姫、のぶ姫の娘あぐり姫の3人です。まひめは島原藩主高力忠久に、まさ姫は飯山藩主佐久間勝宗に嫁ぎました。またあぐり姫は愛知藩蒲生家に嫁ぎます。まひめには一般公募で東京都よりご参加くださった竹内理香子さん、まさ姫には同じく一般公募で松市よりご参加の長谷部椿さん、あぐり姫には同じく松市よりご参加の玉井ひなのさん、お仕事は松市の中学の皆さんが演じています。小松とのまひめ、まさ姫、あぐり姫の腰を引くのは藤越光工業の力自慢の皆さんです。そして最後に登場いたしますのは手作りの甲冑で参加の松代甲冑隊の皆様です。メンバーの皆様は実際に着用できる等身大の甲冑を厚紙や紐を使い作成し、松代の地域振興のために活動しているグループです。最後に真田諏訪の隊、上田城甲冑隊、盾集団陸の皆様が応援に駆けつけてくださいます。今年も松代藩真田十万の協力には旗持ち、その将来、星の虎に松代中学校、新明高校、長野日本大学学園、松代高校、長野県農業大学校の生徒の皆さん、そして長野市松代地区消防団の皆さん、他多くの皆様に参加ご協力いただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。
の勝ち時を一発拙者と一緒に永遠をとお願いします。準備は良いか。勝ち時じゃ。えいえいおーえいえいおー